東海地方でも能登半島地震の被災者の受け入れが始まりました。支援っていうか初めてやなもんで、本当に親切にしてくれて本当に助かっています。今日岐阜県下呂市で感謝を述べたのは、石川県珠洲市から避難してきた高安土実英さんです。高安土さんは下呂市から帰省中だった娘と被災し、およそ11時間かけて車で下呂市まで避難してきました。いつ帰れるかわからんけども、まあ、帰れてそれだけですよね。下呂市は被災者を市営住宅で受け入れることを決め、今日初めて高安土さんが入居しました。家賃や駐車場代は免除で、職員の有志が電化製品なども提供しているということです。